最後はギルカラーなんですけど、放送といえばギルパターン結構そうです。これね、コモリンギルっていう、これちょっとコモリンを入れさせてもらったんです。でギルカラーって大体パターンが全部一緒で、ここにまあ線が入ってるじゃないですか。これは黒か青かなので、まあこれはちょっとコンクルージョンなんで紫にしてもらいました。紫っぽくでもギルのカラーを生かしつつっていう感じで、ギルカラーが特別釣れるっていうよりも、このギルカラーとして考えずに、このしましまカラー、タイガーカラーがそのこういうアクションをした時にバスをこうトリックさせるカラーでもあるんで、まあ、このしましまカラーとして使ってもらいたいなっていうのがあります。そういうコンセプトにのっとったコモリンギル、まあでもパッと見ほらそんじょそこらのギルカラーよりギルっぽく見えません？そうですね、はい。これはギルカラーって、まあ、どんなルアーでも今あるカラーですけど、コモリさんの、はい、今これコモリンギル投げるわっていうタイミングはどんなタイミングで判断してるんですか？はい、比較的ね、今回作ったのってベイトフィッシュをイメージしたカラーが多いんですよ。まあルアーのラインナップもワンテンジュニアだったりとか X80 ジュニアだったりとかカラシだったりとか、まあ他シャッティング X だったりとか、比較的シャット系、ベイトをイメージしたものが多いんで、そういうベイトカラーが多いんですけども、まあそういったものじゃなしにちょっとクランク的に使いたいっていう、そのディープ X100 も今回ラインナップ入ってるんで、ディープ X100 をまあベースに考えた、ギルカラーなので、まあミノを全部ラインナップにギルカラーを入れるかどうかっていうと、ひょっとしたらギルカラーは何種類かのアイテムだけになるかなとは思ってます。そんな感じ、使いどころとしてはもう本当にシャットじゃない何かっていうようなイメージをした時にギルを投入してほしいなと思ってます。これも順調にいけば今年中に、そうですね、はい、まあ全体的にそんな風に考えております、はい、並べましょうか、はい、